プジョー908は、プジョースポールにより2011年のルマンプロトタイプカテゴリー向けに開発されたプロトタイプレーシングカーである。プジョー初のディーゼルプロトタイプカーであるプジョー908、ハディファップの後継者で、エンジンは2011年のルマンプロトタイプカーのレギュレーションに合わせ、ツインターボで下級される3.7リットル V 型8、気筒のディーゼルエンジンである。 2011年のルマン24時間レースに3大体制で参戦し9号車、8号車、7号車の順に2から3から4フィニッシュを果たした。ルマンではアウリィ r 18TD に敗れはしたものの、インターコンチネンタル、ルマンカップやアメリカンルマンシリーズなどではアウリを上回る速さを見せつけ、2011年のイルムシーチャンピオンを獲得した。 2011年3月のジュネーブモーターショーで公開された908ハイブレッド4当初は2012年もルマン24時間、そして同年より復活する FIA 世界耐久選手権への参戦が予定されていたものの2012年1月にプジョー本社が耐久レース活動全般の打ち切りを決定したことに伴い活動を終了したリチウムイオンバッテリーを搭載する ディーゼルハイブリッドカー908ハイブレッド4での参戦を計画し、2011年11月にはテスト走行を行っていたが、実戦投入を前にお蔵入れすることになった。ありがとうございます。